関西には建て替えからわずか2年で廃止された大手私鉄の駅があります。この駅は長年にわたり私鉄と JR の連絡駅として機能し、一定の利用がありましたが、とある理由で廃止されてしまいました。この駅の廃止により、かつて JR への乗り換えルートとして栄えた商店街は急速に衰退し、現在では単なる住宅街へと姿を変えています。今回はもともとそれなりの需要があったにもかかわらず、高架駅として建て替えられてからわずか2年で姿を消した阪神電車の西宮東口駅と跡地の現在の姿を特集します。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。大阪と神戸を結ぶ阪神電車が1905年に開業した際、旧西宮町の玄関口として西宮駅と西宮東口駅の2駅が設置されました。西宮駅がエベッサンとして知られる西宮神社や古くからの市街地の最寄り駅だったのに対し、約400メートル東に設けられた西宮東口駅は、先に開業していた東海道本線の西宮駅から近く、町の東の玄関口として機能していました。その後西宮市が発足し、1928年に西宮東口駅の北側に市役所の本庁舎が建てられると、同地区は観光庁街として発展しました。市役所以外にも県立西宮病院、市民会館、西宮市水道局などの施設は阪神西宮駅よりも西宮東口駅の方が近かったため、これらの施設へのアクセス駅として一定の需要がありました。また西宮東口駅と JR 西宮駅を結ぶ500メートルほどの道は西宮東口商店街として栄え、乗り換え客で賑わいを見せていました。しかし、それなりに利用客がいた西宮東口駅は廃止されてしまいます。この駅が廃止されてしまった背景には、1991年に西宮市内で着工された阪神電車の連続立体交差事業がありました。待たずに乗れる阪神電車というかつてのキャッチコピーからもわかるように、阪神は列車本数が極めて多く、西宮市内の地平路線は長年開かずの踏切に悩まされていました。地平時代の阪神西宮駅は踏切の無理な横断を防ぐため、駅構内の地下道の通行を許可する構内通行券を無料で発行していたほどでした。市内の線路を高架化するにあたり、阪神西宮駅は従来の6両編成分のホームから10両編成に対応した高架駅へと拡張されることが決まりますが、そうするとわずか400メートルしか離れていない西宮東口駅との距離がさらに狭まってしまいます。そこで阪神は新しい西宮駅をやや東にずらし、市役所に近い出口を新設することで西宮東口駅を統合する形で廃止することを決めました。阪神西宮駅の移転により、西宮東口駅周辺の住民や施設への利便性は維持されましたが、 JR 西宮駅へのアクセスは悪化し、乗り換え客がほぼ消滅することになりました。西宮東口駅は高架化工事の完成とともに廃止されることが決まりましたが、ここで一つ問題がありました。高架化は一気に線路を切り替えるのではなく、下り線と上り線を順番に切り替える方法で進められましたが、下り線が先に高架化された時点では上り線の西宮駅が従来の位置にあったため、まだ西宮東口駅を廃止することができませんでした。そのため下り神戸方面の新しい高架線には暫定的に西宮東口駅のホームが設けられることになりました。1998年に完成した高架ホームは暫定利用とはいえエレベーターが設置され、通常の高架駅と変わらない構造をしていました。その後2001年に上り線の高架化工事完了に伴い、西宮東口駅の高架ホームは2年9ヶ月の短い役目を終え、
上り線の地上ホームとともに予定通り廃止されました。高架化された新しい阪神西宮駅は、東口の市役所口から屋根付きの連絡通路が伸びており、旧西宮東口駅の利用者に配慮した構造となっています。しかし残念ながら JR 西宮駅までの乗り換え客が激減したことで、かつて両駅を結んでいた西宮東口商店街の多くの商店は閉店し、現在では普通の住宅街と変わらない状態になっています。西宮東口駅は下り線に高架駅の構造が痕跡として残っているほか、高架橋の下の公園には駅があったことを伝えるモニュメントが設置されています。駅の跡地付近にあるバス停は、廃止後しばらく阪神東口という名前のままでしたが、現在では阪神西宮駅東に改称されています。2001年にこの駅が廃止されてから23年となりますが、その間、統合先の阪神西宮駅は商業施設が拡張されたほか、2030年の完成を目指す駅前の大規模再開発も発表されています。年々阪神西宮駅の存在感が増す中で、旧西宮東口駅の存在を示すものはあまり残っていませんが、その記憶は多くの人の心に残っています。ご視聴ありがとうございました。